はいということでハードオフで買ってきたジャンク品を見ていきたいと思いますはーいプレイステーション2550円以前紹介したとはまた違うやつまあ色が違うプレイステーション2はえーまあちょっと珍しいんでね500円だったら買っとけばいいと思いますキングダムハーツ HD1.5 リミックス 1キングダムハーツ歌がいいっすね <laughs> あのプレイステーション2の初代のねキングダムハーツはなんかあのー、魔女が倒せなくてねやめました <laughs> ときめきメモリアル2110円これはえー、っとね確かに俺ディスク1だけえー、っとねなんかちょっと拾って でね、やってディスク2がなくてひたすらえー、あれ小学生の時かなディスク1を永遠とやってた、えー、いい思い出があるドキメキメモリアル天外魔境3、えー110円あのこのシリーズはやったことないっすねバイハードさんえなんか超大作 RPG がついに完成したらしいですサイバーガジェットのなんかコントローラースイッチのコントローラーなんかなこれであのぶっ壊れた何スイッチライトが遊べるんじゃあないと思って買ってきましたまあスイッチ欲しいですねはい DSIRGAR! だったか、16円か1650な確かこの金額で買ってた気がする、えー、はい電源はつかないっすねーあついたな無事起動しましたねやったー !DS 関係も最近ちょっと高くなってるんでね、まあ、あれば買っとけばいいと思いますアスラズラース110円、えー、もうパこれパチスロで知ってますねえー、それだけかな <laughs> もうバチスロで知ってたから買っていました、はい。カープコンドラゴンクエスト星空の守り人110円110円。これなんで2つ買ってたんだろうな。多分11月に買って、それを忘れて2月にまた買ってるっぽい。もう病、余気ゲームボーイアドバンス、これ確かね。 3300円とかなんか高えなって思いながら、まあ、いっかと思って買ったやつですね。裏蓋なし !3DS ですね。えー、これいくらもう、値段書いてない。わかんねえな。買ったはいいものの、段ボールの底に眠ってたんでね。うん、SD カードないっすね。 無事起動しましたねやったー !3DS も一っとき安くなってまた高くなってるんでまあ見つけたらあの買えばいいと思いますメタルギアライズング110円これはねメタルギアが切れたらしいんで買ってきましたえぇ、ー、ちょっとあれなんですよこれあんまジャンクで見たことなかったんでね メタルギアね、3がね、めっちゃ泣けるんで買いました。ポケットモンスター赤110円ですね。えー、まあ、ポケモンも高くなってるんでね、もう相場が、100円で買えてたのが当たり前だったんが、今500円からだいたい800円程度に上がってるんで、まあ、物好きは買えばいいと思います。海の虫釣り110円。これは、 えー、ディスクケースがちょっと違うやつかはい説明書とディスクだけっすね「ぬしずり系はファミスーパーファミコンかスーパーファミコンがね隣のに住んでたお兄さんがやっててそれを俺は意味も分からずひたすらやってて飽きてエースコンバントを雨の日にやってたら落雷で停電して全部出た消えた」っていう思い出があります はいメガドライブ2。3300円。えー、1買ったからね。2も買おう。っていう流れかな。はい。まあ、またこいつはどっかで動画にします。はい !DS ライトが、えー、880円。まあ、そうだな。880円だったらとりあえず買えばね。 達名よーし !PSP の、これ3000番。いや、違うな。これ1000番じゃないこの重さってえ。えな、中開けりゃ分かるからな。開かないんです。開かないんです。開かないんです,んですえ。え勝手。さあ、ああパンパンじゃーん <laughs> これ、危な。あ、1000番ですね。 1000番ってことは、多分1000円ぐらいで買ってんじゃないのかなぁ下手したら800円とかで買ってるんかなぁ多分そんなに2000円、3000円も出してると思えない。まあ、青だから。えぇ、ー、パンパンじゃんプレイステーション4のコントローラー。これ純正なんかなぁ なんか色が珍しいから買ったんですよ。しか880円。安すぎ意味わかんない !DSI が、えー、880円ですね。ソフト呼び込みかボタン不具合ありということで。えー、880円ならね、とりあえず買っとけって感じっすかね。無事起動しましたねやったー <laughs> 色が珍しいんで、いいと思います。PS2、これ、なんか桜。 なんたらかんたらカラーみたいな。これ、値段、いくらだこれ多分、値段、え2000円くらい出してんのかなまあ、プレイステーション2もちょっと普通に高くなってるんで、まあ、安買えば、安買えば、買えばいいと思います。はい。最後、ニンテンドー64。これが確かね、2000円だったと思う。昔は、 ね500円とかで落ちてたんだけども、値上がりしましたね。最近ずっと値上がりし続けてますね。コントローラーセットとかだったらもっと高いんですけどねということで、えー、まあここっすね。問題は。ここに拡張パックがあれば当たりとなります。バーン <noise> はい,い、ということで、まあ、買ってきたやつの紹介でした。まあ、こんな感じで、 ままだまだちょっと紹介しきれてないのがたくさんあるんで時間見つけてて紹介をしいいいきたいと思いますゲームソフト系が110円とかで買ってきたんですけど意外と起動したりとかねまあゲーム機本体系もまあ安くね中古より買えるけど普通に動いて問題なく遊べるものがハードオフにねあったりするんでまあ是非皆さんジャンク品あさりえやってみて。 ではいかがでしょうか本当にですねハードオフさんこういう風うに、まあ、安くねゲーム売ったりしてくれてるところがあったりするんでいやもう本当いいですねいやもう本当好きですねいやもう本当に意味わかんない